3小節後に転調して、うん、この調子なら明日には完成しそう。オッケー。ちょっとサビのイラストで悩んでて、意見もらいたいんだけど見てもらっていい？うん、わかった。うん、どう？気になるところあった？全体的な方向はいいと思う。ただ色が暗すぎるかな。この曲は暗闇の中にいるっていうより霧の中にいるようなイメージだから、それに合わせてほしい。そっか。じゃあ構図はそのままで、色使いを見直してみようかな。お疲れ。遅くなってごめんね。みんな順調？お疲れ、アミヤ。曲の方はもうすぐ完成すると思う。私の方はまだかかりそう。悪いけど、もうちょっと待ってて。うん、了解。じゃあ、もうちょっと新しい素材探してよっかな。お待たせ。お、ユキじゃん。お疲れ。学校の課題終わったの？うん。ケイ、今から歌詞の調整をしたいんだけど、いける？うん、いけるよ。あ、じゃあ僕たちはチャットで相談してるね。何かあったらチャット飛ばしてくれる？うん、また後で。じゃあケイ、ここの歌詞なんだけど。じゃあ今言った箇所は言い回しを調整してみる。うん、お願い。調整はいつ頃終わりそう？明日は予備校も部活もないから、集中すれば明後日の夜にはあげられると思う。わかった。ただ来週から期末テストだから、そこから月末まではあまりログインできないかも。そっか。じゃあ来週以降にログインできる日があったら連絡くれると嬉しい。うん。それじゃあ私も作業に戻るね。期末テストか。もうそんな時期なんだな。そういえばお父さんが倒れたのもこれくらいの時期だっけ？お父さん。奏はこれからも奏の音楽を作り続けるんだよ。あれからもう2年経ったんだ。じゃあ今日は掃除とお夕飯の作り置きをしていきますね。寒くなってきたので、今夜の分はあったかいシチューにしますね。うん、ありがとう。私は部屋で作業してるから、よろしくね、望月さん。はい。うん、完成した。キッチンからいい匂いがする。今日はシチューなんだっけ。ちょっと見に行ってみようかな。お疲れ様です、八重崎さん。今ちょうどシチューが出来上がったところですよ。ありがとう。すごくいい匂い。今日の夜食にさせてもらうから。よかったら今食べませんか？出来たてですから、あったかくて美味しいと思いますよ。うん、そうだね。それじゃあせっかくだしもらおうかな。はい、じゃあ今よそいますね。あ、暑いから気をつけてくださいね。そ
そういえば初めて望月さんがうちに来た時作ってくれたのもシチューだったね。あ、確かにそうでしたね。あの頃の宵崎さんとは本当に全然お話ししてなかったですよね。シチューを作ったって伝えに行った時も客作りに集中してて全然気づいてもらえなかったですし。ああ、そういえばそういうこともあったね。確かにあの頃の私は全然望月さんと会話してなかったな。今思うとものすごく不愛想だっただろうな。八重崎さんと会ってからもう2年も経つんですね。2年。あの頃はずっと必死だったの。ひたすら曲を作ってアップして、その繰り返し。ご飯だってろくなもの食べてなかったし。そう考えると昔に比べるとゆったりした気持ちに慣れてる気がするな。それに昔より落ち着けるようになった気がする。落ち着けるですか。言われてみると確かに八重崎さんはだんだん穏やかな雰囲気になってる気がします。きっと一緒に曲を作られている皆さんがとてもいい人たちなんでしょうね。ん？ほら、気持ちを打ち明けられる人たちが近くにいてくれると穏やかになれませんか？気持ちを…確かに、そうだね。退屈だわ。あの子たち、新しい曲を作ってるから忙しいのかしら。ねえ、ミク。一人でいた頃は、すごく退屈だったんじゃない？ちょっと。でも、真冬たちがここに来るときは、寂しい気持ちのときもあるから。だから、いっぱい来なくても大丈夫。今は元気なのかなって思うから。あら、ふふ。確かにそんな考え方もあるわね。でもここに来るときに寂しそうなら、私たちの方から様子を見に行けば楽しそうなあの子たちに会えるんじゃないかしら。楽しそうな、そういう風に考えたことなかったでしょ？そうだわ。今から一緒に会いに行かない？え？ふふ。我ながらとってもいいアイディアだわ。さあ、行きましょう、ミク。ええ。わ、わ、わ。